安藤さん、名寄のお祭りに出てみたいって言ってましたよね。8月の広報名寄で餅つきチャンピオン決定戦って載ったんですけど、一緒に出てみませんか？餅つきチャンピオンって何？餅つきチャンピオンって何？いいね、面白そう。一緒に出てみようか。でも、僕やったことないけど大丈夫か？こうね、体勢押していけば、なんか意外と疲れる。あの、こうやってやるから疲れる。そうですね。じゃなくて、もう、あの、ここ、はい、ここ入れる、腰。ヘリコって返した。あげてます。全部。そうです。あっちゃ、あっちゃ。そう、そうなるんですか。熱い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 。せーの。早い。めっちゃ早い。頭あんまり動かさないで。こうなってくると、もう持ちな、もう持ちなってきてるんで。はい。両手使う。使って。いただきます。めっちゃ美味しいです。ダメですかこれが。いや、すっげえいいと思う、はい、あと、これ以上行きたいなら最初の、潰しのスピードを上げるのと、はい、もっと早くつく、はい、それに限る、はい、あとはもう大体これだけ、初めてやってこれなら全然もう終わる。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。頑張ってください。はい。頑張ります。いやー、結構餅つき奥深くて、力勝負だと思ってたんですけど、なんかそんなこともなくて、体の使い方が結構決め手なんだなと思いました。いや、本当に僕もあの思った以上に熱くて、大変だったんですけど、当日はコンビネーションを大事にして頑張ります。13代目餅田市の山部です。高橋です。はい、14代目餅田市になるべく今日も一生懸命頑張ります。はい、頑張るぞ。挑戦者の北木です。挑戦者の千葉です。餅田市目指します。挑戦者の川口です。おいっ子に負けないように頑張ります。初めての共同作業頑張ります。改めて紹介いたします。13代目餅田市岩部智彦さん、そして高橋香菜さんからなるチーム。さあ、チームの意気込みもそれぞれ伺っておりますので、こちらもご紹介いたします。13代目餅田市、意気込みとしまして14代目餅田市の座もいただきますということで、さあ今回はどうなることか。それぞれ熱い戦いが繰り広げられています。さあチーム、なえの夏の思い出ハッシュタグ、なえの夏の思い出、その思い出チーム。さあ、これも夏の思い出になることができるのか。2、1、終了。お疲れ様でした。いやー、疲れましたね。いやー、疲れた。これもうスポーツですね。スポーツ。一回うっかりキネで頭打いちゃったんですけど、大丈夫でした。大丈夫です。結果発表、あれで一回目覚めたの。本当ですか。結果発表ドキドキですけど、そうですね、楽しみに待ちたいと思います。